的な差だな。こんな時に君の愛してるが聞きたいや。ああ揺れるカーテン、少し浮いた前髪も全て心地いいさ。それに割れてしまった目玉焼きついてないな。バランスをとっても溢れちゃうや。ああ少し辛くて少し酸っぱくて甘ったるかったりさ。とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ、バカな夢で踊ろう。ああ愛を伝えたいだとか臭いことばっか考えて待ってても、だんだんソファに沈んでいくだけ。僕が明日いい男になるわけでもないから、させずにいるよ。今日は日が落ちる頃に会えるの。完璧な男になんて惹かれないと、君が笑ってたから悔しいや。ああ腐るほどに話したいことたくさんあるのにな。寂しいさ。結局のところ君はさどうしたいの。マジで僕に愛される気あんの。おーおー雫が落ちてる窓際、目の際、お気に入りの花。とりあえず今日は部屋の明かり